どうもこんにちは。スペリンググラフキュール入門の続きを決めていこうと思います。前回ですね、ポストディテール作って、これはポストの詳細画面ですね、作ったんですけど、これで、ルーターでね、この ID をどうやって引き渡すんだろうっていうのが1個ありまして、それを調べてきましたんで、まずそれを実装したいと思います。あとはクリエイトコメントの方も中途半端に作ってるので、ここを作ってですね、ポストディテールの下にクリエイトコメントを出してあげて、コメント追加できるようにっていう対応をしていこうかなと思います。まあ、これで一通りできたかなっていう感じかなと思うので、まあ、サクッとやっていきましょう。まず、調べ出しておけばよかったな。はい、リアクトルータードムの V バージョン6を使ってるんで、これですね、これのドキュメント、これかな、これでいいんじゃないかと思われる。はい。で、なんかこんな感じにして、このチームっていうのに渡してあげることができるみたいなんで、まずこういう形に直します。はい。で、こうじゃなくて、こうね。で、まあ、ID で、あ、ポスト ID にしとく？いや、ID でいいか。ID にしといて、で、なんかここでは渡さないみたいなんで、こういう感じにします。はい。あ、で、そうか。一個ね、ポストディテールはデフォルトのエクスポートしてなかったんで、ちょっとそれ先に直します。エクスポートは、ここじゃなくて、下で、エクスポートデフォルト、ポストディテールというのをエクスポートで、あ、デフォルトでエクスポートしといてあげると大丈夫だと思います。あとは、インポートファーストになってるんで、ちょっと後で直そうか、これはね。はい。で、ポストディテールですと。で、ID がないから怒ってるんですけど、この ID は、プロプスで受け取るわけではなくてですね、どこだっけかな。パラムかな。use パラムスっていうもので受け取るっていうふうにしてあげないといけないみたい。で、そうするとパラムスにこのインボイス ID、この場合はね、インボイス ID っていうのが入ってくるんで、この use params で受け取ってっていうことにしなきゃいけないので、ポストディテールに移動して、で、ID はなくなって、で、こうですね。で、use params を使いますと。はい。リアクトルーター DOM でいいのかな？はい。リアクトルーターか。あれ、合ってるかなこれ。で、ID を受け取って、まあ、コンストでいいですね。はい。まあ、こんな感じみたいですね。で、ID が必ず入ってくるという前提にしたいので、これでいいかな。はい、これで良きと思われます。で、ちょっと試しに動かしてみますかね。AppTS じゃなくて、これはね、このエラーは、Generated の GraphQL のところで、インポートが途中で入っちゃってるんで、これを上に持っていきなさいよということを言われてるんですね。なんで、まあ、ジェネレートしたら必ずこれやんなきゃいけないっていう悲しい状況なので、まあ、直した方がいいんですけど、あ、クリエイトコメント作んなきゃよかったな。クリエイトコメントちょっと先作ります。クリエイトコメントは、use create post mutation の代わりにというかね、クリエイトポストの他に、クリエイトポストじゃなくて、コメントっていうのを作りましょうと。で、クリエイトコメントはこんな感じなんですけど、ここで書くのは辛いので、こっちに行きましょうか。はいと。はいと。で、こんな感じですと。クリエイトコメントですと。で、アットコメントっていうのを呼び出しますと。で、コメントは何かというと、ミューテーションのクリエイト、あ、アップデートとかあんだな。一応ね、アットコメントはこういうやつで、ポスト ID が一つ。ポスト ID が一つ。で、これがポスト ID ですと。で、ネームがネームとして欲しいです。あとはコンテントなんで、こうかな。はい。こんな感じで欲しいですと。で、これを外側でもう一回定義し直すと。ネームと、コンテントをくれよと。
これがいらなかったかな。はいと。で、コンテント。ポスト ID は ID 型なんで起こってますね。はい。で、戻りとしては何が返ってくるのっつうと、アップデートアットで、コメントですね。コメントが返ってきますよと。で、中身は ID と、ネームと、ID とネームとコンテントとクリエイテッドアットかな。はい。まあ、こんなもんでいいでしょう。はい。まあ、これを返してくれよということにしておきましょう。はい。で、これをここに貼り付けて、で、止めてですね。npm run generate、はい、をしてあげて、再度、この GraphQL の TS ファイルを更新してあげると。そうすると、この Create コメントの定義も出来上がるはずなので、こいつをここで使ってあげるってことですね。はい、ジェネレートできましたと。で、Use Create コメントミューテーションができてるんで、こいつを使います。はい、で、Use Create コメントミューテーションは、エグゼキュートミューテーションをするときに、ポスト ID を渡してあげる必要がありますんで、プロパティをもらいましょう。ポスト ID を外からもらいます。ポスト ID は、ストリングですと。いうのを、プロパティとして定義しておくと、ポスト ID 取れるんで、ここでポスト ID を渡してあげましょう。はい。で、エグゼキュートミューテーションは、ユーズコールバックは、execute mutation か、ネームか、コンテントが変わったタイミングで更新されるよっていうことにしといてあげれば良きと思います。はい。あ、で、戻り値使わないな。まあ、いっか。ここでは使わないんで、あんまりいらなかったんですけど、で、サブミットした段階で、サブミットをしたら、サブミットしたら execute mutation が走るってことなんで大丈夫ですね。はい。これで良いと思われます。エラーってか、黄色字になってるけど、use callback は、ポスト ID もいるよということを言ってるんですね。頭いいな。はいと。はい。ポスト ID も変わったら、こいつ作り出さなきゃいけないんで、っていうことを教えてくれました。はい。で、これで大丈夫かな。はい。これで大丈夫と。簡単ですね。はい。で、グラフ QL はちょっと直しましょうか。先んじて直しちゃいます。はいと。はい。で、もう一回、NPM スタートをしておきます。これでいいかな。で、一番下の、コメントがあって、ポストがあって、ここかな？ここでいいか。もう一回一応 div タグ囲っといて、クリエイトコメントをやって、ポスト ID が、ポストの ID、ポストの ID を渡しといてあげるということをすれば、ここで新規作成ができますね。はい。これでいいかな？うん。大丈夫だと思われるので、起動がかかるのが遅いんですけど、あ、来たかな？はい、OK、OK。ポストがデファインされてるけど使ってないよと言ってるんで、一応消しておきますか。ポストリスト。これは、まあ、実行には関係ない話ですけど、OK。これでいいかな。はい。で、これで、本体行くと、こうなってますと。で、リストとニューを変えれるんだけど、リストからディテールに飛べないんで、リストからディテールに飛べるようにしましょうか。リストからディテールに飛ぶと。ここなんですけど、そうだ。型定義について、ちょっと話をしたい。ここの型定義ってなんかすごい特殊で、ポストクエリのポストの一個の要素みたいなことで、こういうふうに指定してるんですけど、こういう書き方はできるだけしないようにコンポーネントを作るっていうのが多分大事なんだというふうに思い直しました。
なのでポストディテールじゃなくてポストリストにこれをそのまま書いちゃえばいい話っちゃいい話なんで、おそらくねそうした方がいいと思います。はい、なのでこうでこうでこうかな、あとカッコが1個足りないか、こうかな、はい、でこんな感じかな、一応ね、はい、こんな感じにしておいてあげた方がいいと思います。ポストディテールは使わないので、あ、ポストディテールじゃない、危ねえ、ポストリスト、ポスト TSX は使わないので、これは削除するというふうにして、そのグラフ QL から直接もらったものを同じコンポーネントの中で使う分には型定義をこう、これはこういう型だよというふうに指定しなくていいので、そういうふうに作るっていうのが多分いいですね。どうしてもって時はなんか型を自分で作るとかしなきゃいけないと思うんですけど、まあ、そういうのをしないように作るっていうのも大事かなと思います。はい、でものとしては一緒ですね。はい、でここまで来たら、ここの後ろに、リンクを作るんですけど、リンクはですね、リンクはヘッダーに書いてあるんで、ヘッダーのものを持ってきましょうか。リンクはリアクトルーターDOMから持ってきます。ポストリスト、リアクトは、リンクはこれから持ってきて、リンクはこんな感じで書けばいいよと。で、ここの後ろに、直接書いちゃうか。リンクで、ディテールに行きたいよと。ディテールは、ポスト、ポスツだっけ、ポスツの ID なので、ここに、ポストの ID を渡すんだけど、あれ、こんなことできなかったっけ、あれ、できなかったっけこう、こうか。こうやって、こうやって、こうかな、あ、か、こうか。はいと。よいしょ。こんな感じかな。はい。こんな感じで多分できたはず。で、そうすると、これがポスト1212、19、20っていう風にそれぞれ変わるので、これをクリックしてあげるとこんな感じで出てくれますね。で、B の C のコンテンツみたいな感じで、C のタイトルっていうのがタイトルに出てる、うん、出てる、多分で大丈夫ですね。で、コメントをここで入れてあげてサブミットすると、サブミットされたんだけど、あ、出てますね。はい。こういう風に出るんですけど、まあ、自動更新されないので、自動更新しなきゃいけないっていうのはあるんですけど、一応こんな感じで作ることができますよという感じかな。はい。ということで、とりあえずね、使い方としては素晴らしくシンプルに作れるので、かなりいいんじゃないかと思いますね。このグラフ QL コードジェネレーターがないと、グラフ QL をバックエンドにフロント書くっていうのは結構辛いと思うんで、やっぱこのね、この補完というか自動生成は有用ですね。有能です。だから、クエリーをドットグラフ QL として書いておいて、SQL を書いておくみたいな感じね。で、それを呼び出すグルーコードは全部自動生成されるんで、それを使ってコンポーネントを作っていくというね、感じで作れるので、もうあんま何も考える必要ないというかね、こう、バスッとね、出来上がるんで、名前だけ気をつければいいよ、いいかなっていう感じで作れますね。で、ただのレストと違って、フェッチ中とかエラーが起きたらみたいなのも、別の変数としてちゃんと入ってきてくれるんで、その辺の制御も、グラフ QL 任せにできるんで、かなり楽に、作れるっていう感じがしますね。この辺の設定をね、自分で、レストだったらやんなきゃいけないはずなんで、この辺やんなくていいっていうのは楽ちん。で、あとね、作るとき、ミューテーションもそういう機能がついてて、これか。
でステートフェッチングでディセーブルにしとけば、サブミットした段階でステートフェッチングがトゥルーになるんで、その辺もね、あの二重押し防止みたいなことも勝手にほぼ勝手にできるっていうかね、ある程度ささっと作れちゃうんでかなり便利でした。次回ですね、まあ総まとめとして、GraphQL Java じゃない、Spring GraphQL の話の総評と、まあどうだったかっていうのと、あとまあその流れでやった、URQL かな、あのフロントエンドの方の作りというのをまとめて、どうだったかっていうのを話していければなと思っています。ということで今回は以上、次回お楽しみにチャンネル登録、高評価お願いします。では。